リケンです。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、ダイソーさんからまた新しいギアが発売になりましたんで、皆さんにね、速報で情報をお届けしたいと思います。それでは早速ね、本日ご紹介するギア出していきたいと思います。本日ご紹介するギアはこちらです。ステンレスカトラリーセットというものになりまして、毎日のお弁当やアウトドアに最適と、ステンレス製で丈夫と、220円の商品になるんですけれども、こちらにですね、スプーン、フォーク、ナイフが入ってるんですよ。ジャンコード載せておきます。見えるかな、こちらですね、ダイソーさんの商品です。こちらね、実は視聴者様の方から情報提供いただきまして、早速ね、探しに行って見つけて買ってきたんですけれども、開けていってみましょう。いきますよ、じゃん。おー、こんな感じのケースにしっかりね、結構しっかりしたケースですよこれ。で、開けるのはここか。ではね、早速開けてみましょうか。オープン。あ、下も外れるんだ。パカってこういう風に開くのかなと思ったら、しっかりね、こう外れるんですね。あ、これね、結構しっかりしてる。ペラペラかと思ったら、結構厚みもあって、見てください。こう、手でね、多少はしなりますけど、ペラペラではないですね。もうシンプルなね、ステンレスの、これまずナイフと、2段目にフォークですね。このフォークもですね、ペラペラかと思いきや結構しっかりしてて、これはね、普通に使えると思いますよ。そして最後にスプーンですね。スプーンもね、非常にシンプルな形ではあるんですけれども、同じくね、作りはかなりしっかりしているので、通常仕様、アウトドア仕様はね、全然問題なくできると思います。見てください。多少はもちろん普通のスプーンでもしなると思うんですけど、ペラペラだったら力入れたらぐにゃって曲がっちゃいそうなんですが、そんな感じはなくてですね、しっかりとした厚みがあるね、ステンレス素材を使ってるみたいです。すごいな、これがケースまでついて200円ですよ。めちゃくちゃ安くないですか。これほんと普段使いでもいいかもしれないですね。しまうときは、あ、これどっちからでも開けられるのかな。こうはめて、上をカチャッとね、してあげると。で、開けるときはパカッとしてあげると、両方ね、蓋と下の部分と外れるという仕様になってるみたいです。わ、これいいな。で、しまうときは順番がこのスプーンを入れて、フォークを入れてあげて、最後にナイフですね。これもね、しっかりここに、下の部分に収まってるので、下にしたらもちろん落ちちゃいますけど、横にちょっとね、揺らすぐらいじゃ落ちないので、ケース自体もかなりしっかりしてると思います。こんな感じでカポッとしてあげると、これでね、持ち歩きができると。これいいですね。普通に、今、前端とか持ち歩くのね、流行ってると思うんですけど、同じ要領でね、マイカトラリーとかって言って、どっかにね、忍ばせとくっていうのもありかもしれないですし、もう書いてある通りね、アウトドア用途にはかなりね、使えるんじゃないかと思います。ではね、気になる重さ測ってみましょうか。重さがですね、こちら、全部ケースも含めて、108g ですね。そんなに重厚感はあるんですけど、測ってみるとね、全体で 108g なので、そんなにね、重くないですね。これいいなぁ。これで200円は正直安すぎませんか、ダイソーさん。だって、だいたいカトラリー関係って、ナイフならナイフ1本で100円、フォークならフォーク1本、スプーンならスプーン1本で、だいたい100円で売ってるじゃないですか。それが3本セットで、なおかつケースまでついて220円は、かなりね、これ、お値打ちなんじゃないかなと思います。ではですね、実際によくあるアウトドア系のこういったね、カトラリーとサイズ感のね、比較をしていこうと思うんですが、まずね、長さの方がですね、こちら、まずね、ナイフ。長さが、約18センチ弱ぐらいですね。で、基本的にはね、みんな同じぐらいの長さだと思います。フォークは、まあそうですね、18センチ弱とか 17.8 とか7とか、それぐらいだと思います。
そしてスプーンの方もまあ大体ねみんな同じくらいですね。スプーンちょっと短いかな、 17.7 とか8、まあ同じぐらいですか。これね、しかもこのスプーンも、このスプーンの取り口なんていうんですか、この丸の部分も結構ね大きさがあるので、普通にこうスプーンとしても使いやすそうですし、よくねこういう持ち歩きのスプーンだとここがねすごいちっちゃいやつとかあると思うんですけど、そうじゃなくてしっかりとしたこのね丸の部分の大きさもあるので、ちゃんとね例えばカレーとかスープとかもすくえそうです。いやいいなこれ。ちょっとねこのステンレスのピカピカタイプじゃなくて、これなんて言うんでしたっけ、このヘアライン加工って言うんでしたっけ、この鏡面加工じゃなくてこの加工もねちょっとかっこいいなと個人的には思います。ではねちょっとサイズの比較をしていこうと思うんですけども、よくねこの3点セットでいくとこういうね一つにまとめられるタイプでこういうものがあると思うんですけど、これと比べていくと長さの方はこれでわかるかな、合わせるとちょっとねやっぱ長いですね。だいたいナイフでいくと2センチぐらいはねこういったよくあるタイプのものよりは長くなります。でフォークを比べてみると、フォークの方もまあだいたい同じぐらいね長いような感じになりますね。でスプーンの方もだいたい同じ感じに並べますよ。こんな感じのね、こんな感じの大きさ比較になりますので、やっぱ長い分ね使いやすいかなとは思います。ちなみにこれって何グラムぐらいあるのかな、測ったことなかったんですけど、こうやってねひとまとめにできるっていう、これも結構使いやすいんですけど、これがですねちなみに重さが86グラムですね。これもねケースを除くと同じぐらいなのかな、もうちょっと重いかな、大きいから。あ、ケース除くとこれ85グラムなので、こちらとこちらとほぼね重さ一緒ですね。こっち86のこっち85なのでほぼほぼ一緒でした。あとはですねよくあるこのねスノーピークさんのスクーチタン先割れスプーンなんかと大きさを比較していきますと、ちょっとねちょっとだけ長い感じです、こちらの方が。でこのスプーン部分の大きさはほぼほぼ一緒なので、使い勝手的にはねそんなに大差ないのかなと思います。そしてこのねフォークの方も比較していくと、このスノーピークのスクーよりもちょっとだけ長いような感じですね。持ち手部分が長い感じですね。それに対してこのフォーク部分はこれはねこうスクー用途もあるのでここが少し大きくなってるんですけど、フォーク部分でいくともいわゆる普通のフォークにはなると思うんですが、全然ね使い勝手はいいんじゃないかなと思います。こんな感じでね重ねてここに入れてあげて、この蓋をしてあげると、下からはめてあげて、で上をカチャッと、これで閉じましたね。ということでですね、本日はダイソーさんから新しく出ましたステンレスカトラリーセット、ナイフ、フォーク、スプーン、そして収納ケースまでついて、なんとお値段220円。これはね一つ二つ家族分あってもいいんじゃないかなと思えるギアだと思いますので、見つけたらねとりあえず買っといてもいいんじゃないかなと思います。いざという時にねこういう持ち出し用のカトラリーがあると便利だと思いますんで、見つけたらねぜひ手に取っていただいてチェックしてみていただければと思います。それでは本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。